百田かける百田尚樹氏岸田政権台湾の救助申請を断る某国への配慮か情念司氏、し日体関係を分断したいわけそれって大陸側の工作員のやることでお知らせした件和也氏も常念さんとこうした動きを見せました台湾の善意はとてもありがたいしかし道路状況など 多くの救援隊を受け入れるのも難しいということだろうそれなのに事情を考えずに政府批判をする連中は何なんだとのことです私も和島は行ったことがありますが地元の方が一本道しかない陸のことを敵に言っていた覚えがありますその道路も満足に使えるわけではないため交通の便的に厳しいことは素人でも容易に想像がつきます名前を出さない批判はここまででこの後はガンガン和也氏は「 実名を出していきます災害すら政権批判に結びつける方が政治に関わることは外悪でしかない日本保守との代表の発言を踏まえて党として正式な見解は出されるんですかねではこちらによりツイートして「百田氏の手法というのは常に何らかの敵を作り出して見ている人の感情を煽るというものなのでどんな時でも敵が必要なんですよね」。 しかも状況を考えることなく何でも批判するので立ちが悪すぎますそれでいて事実を指摘されても認められず逆に批判者が悪いかのように持っていくのがいつものパターンですねわしは嫉妬されているとか批判者はお金に困っていると言って逃げようとするでしょうとの子でしたここ難しいところで引用元は災害を政府批判に結びつけるのは害悪という趣旨の発言をされています カズ氏も災害を犬笛評論家論文に結びつけているようにも私は見えました。保守党は長くもの党費があるんだから被災地に寄付しろという非党員多くは自民党支持者の輩がいる党の資金を勝手に目的外に使うことが許されると思っているとは驚き、お金集まって ほくほくだねというやからもいる。我々執行部は全員向く。代表と私は交通費も自腹、すでに何百万かマイナス。今年からは交通費などは精算し、受け取ることにする。こちらに関してツイート。 仮に当の活動で無給だとしても期待感を煽ることで個人チャンネルの視聴回数と熱烈な有料会員獲得につながるので総合的に考えると大幅な黒字になるでしょう。朝の番組も視聴回数が伸びたらその分収益も上がりますし、 やはり百田さんはテレビ業界の人間なので、その辺の仕掛けが上手いですし、有本さんも同じようにやっていますから、やはり彼らはプロだと思います。何かをやり遂げられなくても、支持者に期待感を持たせ続けるというのが、今は大事なのです。とのことでした。この批判、和也氏が言っちゃうとブーメランになっちゃうと感じます。彼も賛成党をやっていた時は、このように言っていました。いや、これ誰が見てもビジネスでしょ。こちらに寄り付いて、 この正当 DIY を始めて約1年になりますが、僕は1円も得ていませんとのことでした。カズヤ論に当てはめると、正当 DIY は無給だとしても期待感を煽ることで個人チャンネルの視聴回数と熱烈な有料会員獲得につながるので、総合的に考えると大幅な黒字になるでしょう。という反論が正しかった、つまりビジネスだったことになってしまいます。 支持者に期待感を持たせ続けるというのが今は大事なのですというのは政治家は夢を見せるのが大切とも思うので個人的にはいい面もあると考えます有本さんは結構なイキ投稿しますが百田さんはそれを無視して突き進みます個人的にはどんな敵にもついてくるか百田氏がテストしているよりも見える そうなると、二人の発言の間に矛盾が生じますが、以前であれば、あくまでも別の人だから。 でごまかせたた部分がありましたしかし今は同じ日本保守党の党首と事務総長という関係性になったので今までのようなやり口は通用しないでしょう有本さんとしては百田さんを変に批判するわけにもいかないのでうやむやにして突き進むでしょうその過程で有本さんは自己矛盾を抱えてどんどんおかしくなっていきますこの手の矛盾は今後もたくさん出てくるでしょうとのことでした 百田氏がテストをしているようにも見えるという発言はうがった見方に個人的には見えます百田氏の手法というのは常に何らかの敵を作り出して見ている人の感情を煽るというものなのでという発言もありましたが例えばガス抜きはしつこく過去に批判していましたダメだこりゃ自民党内の減税勢力も会見以上の行動はなしそれならやっぱりガス抜きと言われても仕方ないぞ増税政党との批判が増えてきた時に 自民党がやりそうなこと、ガス抜きのために減税派議員が会見を開くでも何もやらない票が流れそうな維新あたりをボルカス叩く維新よりましと思わせたい。 残念ながらそれは難しいでしょう本気で党に抵抗したら公認をもらえなくなりますしガス抜き以上は期待できません会見をやると法案の一つも作りませんしそれより維新なり国民民主なり他党が増えた方が自民党にとっては圧力ですガス抜きいやもはや抜けるガスがないか提言終了して終了っていういつものパターンとのことでした 青山茂春議員という敵を作り出して感情を煽る。繰り返すことで支持者がついてくるかテストしている。というのがご自身の戦略だったのようわからんですけど。みんなが政府機関を控えてきたが、失敗から4日目となり、徐々に書道への検証がされ始める頃、つまりはそういうこと。百田さんは、ガ宣告を受け、即公表した日から生活を一変させた。 夜型だったのを早寝早起きにし散歩をし食生活も変えたさっと変えられるのは立派だ昼間は執筆と好きな音楽を聴くだから昨日日没後まで地震のことを知らなかったそれで X にずれた投稿をしたからってギャーギャー責めることかこちらに関して和也氏がツイート 政府の初動対応に問題があるなら、批判も致し方ない部分があります。しかし今回はすでに報じられているように、政府は自治体の要請を待たないプッシュ型支援に取り組んでいます。以下日本経済新聞からの引用です。リンクは次のポスト。石川県で最大震度7を観測した地震は、午後4時10分頃に発生し、大津波警報が出た。首相皇帝にいた岸田文雄首相は、およそ5分後に 関係府省に対応を指示した。自衛隊は20分後に初動対応にあたる部隊、ファーストフォースを立ち上げた。航空機2機を自主派遣で被災地に飛ばし、上空から被害状況を確認した。石川県による災害派遣要請を受理したのは35分後だった。2日午後10時40分に陸海空3自衛隊を統括する 統合任務部隊を編成した現場で人命救助や瓦礫除去に取り組んだ3日に現場に派遣する自衛官を2000人ほどに倍増させた日本政府は初動でできることはやっていたでしょう細かい部分でああしたらこうしたらというのは次回への教訓として生かすべきですが大筋としてそこまで問題はなかったと思われます 特に今回は道路が寸断されているため物資の輸送には相当な制約が出ているでしょう。どこそこで〇〇が全然足りないのような批判は出るでしょうがプッシュ型にしたところで状況を考えると限界もあります。政府も万能ではないのでそこは考慮すべき点です。一方で意味深な投稿。 次のポストの画像参照をしている日本保守党の有本香織事務総長はまた矛盾に苦しむことになるのではないでしょうか有本氏は保守党代表の百田直樹氏が震災直後に脅迫めいたポストを投稿して暴れ回っていたことについて日没後まで地震のことを知らなかったという設定にしていましたそれでいて政府の初動対応についていびじんなことを書くことに矛盾を感じないのでしょうか 地震発生直後、迅速に関係各所に指示を出して対応に当たった岸田首相。一方で X で脅迫めいたことは書くけど、日没まで地震に気づかず、関係者の誰にも知らされない日本保守党の百田代表。日本保守党は危機管理という点で全く話にならないというのが今回明らかになりましたね。とのことでした。得意の長文ツイートで返しました。 脅迫メーたポストというのは百田かけ×闇熊闇熊氏あら飯山先生百田直樹氏もうええ加減にしとけよでご紹介した会社とつの件かと思います現在がんを患っている百田直樹先生と岸田総理を比べるのはどうかなという気もしますのでこのあたりは判断が難しいですちなみに和也氏は政府のスピード感の専門家ですさっきの生放送でも言いましたがこういう状況の場合安倍総理は記者集めて会見やるより テキサ、ツイッターなど SNS に映像を出してスピーディーに情報発信をお願いしたいツイッターであれば必ずマスコミがそれを補充でスピード感を持って説明できるかととのことです岸田総理の初動はお気に召されたようです百田のおき先生はがんになろうが通常営業を続けるとのことでした日本保守党の皆様へ正月早々アホや岸田擁護のクソメラカを森でつきまくっている代表の百田くんですか これが百田直樹です。政党の代表になろうが、癌になろうが、変わることはありません。私に品格を求める方は、党から離れてください。私は日本を立て直したいのです。クズは叩きます。とのことです。これを見て、ご病気のことはそこまで悲観することもなさそうかな、と、ある意味、胸をなでおろしました。意見についてはさておき、百田直樹先生のご回復をお祈り申し上げます。 くんは一度大きな病気にでもかかった方がいいんじゃないかなまた一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします 明日から本気出すから大丈夫。